ずは最初から最後まで集中して聞いてみてください。わからないところがあれば字幕を見ながら聞いてみてください。そして内容が理解できたら、ぜひ皆さんも一緒に声に出して読んでみてください。そうすることでリスニングの能力が格段にアップします。今日のテーマは前回に引き続き日本庭園です。前回は日本庭園の特徴と種類について説明しました。今日は実際日本にある有名な日本庭園を紹介したいと思います。今日皆さんに覚えてほしい言葉が一つあります。それはスポット。もともとの言葉は英語のスポットです。しかし英語とは少し違う意味で使われます。日本人はこのスポットという言葉を有名な場所、またはおすすめの場所という意味で使います。例えば、観光におすすめな場所のことを観光スポットと言います。また、お花見で有名な場所はお花見スポットと言います。そして、デートにおすすめの場所はデートスポットと言います。日本にあるいくつかの日本庭園は観光スポットとして人気です。今日はその中からいくつかを紹介します。それでは今日もたくさん日本語を聞いて勉強しましょう。まず、日本で一番有名な日本庭園はどこでしょうか？日本には3つのとても有名な庭園があります。それらのことを日本三名園と言います。名園とは有名な庭園という意味です。それではこの日本三名園を順番に紹介していきます。一つ目は、偕楽園という庭園です。偕楽園は茨城県水戸市というところにあります。1842年、徳川斉昭という大名によって作られました。庭園の面積は約13ヘクタールでとても広いです。偕楽園は梅の花で有名です。庭園の中に約100種類3000本の梅が植えられています。梅は2月下旬から3月にかけて花を咲かせます。綺麗な梅の花を見るためにたくさんの人が偕楽園を訪れます。二つ目は兼六園という庭園です。兼六園は石川県金沢市というところにあります。兼六園は1676年前田綱典という大名によって作られました。兼六園は金沢城というお城のすぐ隣にあります。兼六園には大きな池や川があり、いろいろな景色を楽しむことができます。そして季節によっても様々な楽しみ方があります。春は花見スポットとして人気です。また冬は雪が降っている様子も幻想的で綺麗です。そして
兼六園の中には茶室があります。そこでお茶会に参加することもできます。お茶を飲みながら日本庭園を眺めるのはとても素敵な時間ですね。三つ目は後楽園という庭園です。後楽園は岡山県岡山市にあります。1687年、池田綱政という大名によって作られました。後楽園は庭の様子も素晴らしいですが、もう一つ見どころがあります。それは能舞台です。皆さん、能って知っていますか？能は日本の伝統的な演劇です。能面と呼ばれる仮面をつけて演じます。この能を演じる場所を能舞台と言います。舞台とはステージのことですね。後楽園の中には能舞台があります。能が上演されているときに、この能舞台を見ることができます。それから前回の動画では枯山水という水を全く使わない庭園についても説明しました。枯山水の庭園も一つ紹介したいと思います。私が個人的に一番おすすめしたい枯山水の庭は、京都の龍安寺というところです。龍安寺は禅のお寺です。そこの枯山水の庭は世界的にも有名です。庭の幅は25メートルで、奥行きは10メートルです。小さな庭ですが、その空間に石と砂だけで山や川の大自然を表現しています。この庭を見ると、とても心が落ち着きます。もし皆さんが京都を観光するとき、ぜひ行ってみてくださいね。今日の話はこれでおしまいです。今日は実際日本にあるおすすめの日本庭園について紹介しました。そしてスポットという言葉の使い方についても勉強しましたね。皆さんのお気に入りの日本の観光スポットはどこですか？よかったらコメント欄で教えてください。今日も動画を見てくださりありがとうございます。動画が気に入ったら、ぜひいいねボタンを押してチャンネル登録をよろしくお願いします。また、動画のスクリプトをブログで配信しています。概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしければ見てみてください。これからも一緒に日本語の勉強を頑張りましょう。バイバーイ。